天章院、天章院、厚姫、厚姫、天保六年十二月十九日、1836年2月5日、明治十六年、1883年11月20日は、江戸時代後期から、明治の女性で、薩摩藩島津家の一門に生まれ、島津本家の幼女となり、豪石家筆頭この家の娘として、徳川家に嫁ぎ、江戸幕府第十三代将軍。 徳川家貞五代所となった人物。ジップは、薩摩藩首都新家の一門、今泉領主、島津忠武。母は、島津久志平の娘、おさち。薩摩藩九代藩主、島津人志仙の孫である。陽名は勝、その後に、一。本家当主で、重慶、島津成明の幼女になり、本生と、伊名は、源の厚子に、 この江田弘の幼女となった際には、藤原恵子、藤原のすみこと名を改めた、この際に厚つの名は君号となり、厚意味となった。天保六年十二月十九日、1836年2月5日、今泉島津家の当主、島津忠武の長女として、薩摩国鹿児島城下城竜備町大竜寺、馬場、現在の鹿児島県鹿児島市大竜町の区域にあたる。 にて生まれる。永六年、1853年、いとこである、薩摩藩主、島津成明の幼女となり、同年八月二十一日に、鹿児島を陸路出発し、熊本を経由して、江戸藩邸に入る。安政三年、1856年に、右大臣、この江田弘の幼女となり、その年の十一月に、第十三代将軍、徳川家貞の正室となり、 年寄りの行く島を伴って、大奥に入った、腰入れの経緯、詳細については口述。渋谷の判定、元妃たち宮邸から江戸城までの腰入れは、戦闘が城内に到着しても最後尾は依然、判定にいたという。腰入れに伴い、老中主座の堀田正厚は、厚姫の名をはばかって、正俊に改名した。なお、家舎に嫁いで、以降、生涯を通して、 故郷、鹿児島に戻ることはなかった。安政5年7月6日、1858年8月14日にイエスサダが急死し、同月16日、8月24日には、成明までもが死去してしまう。厚姫の結婚生活はわずか1年9ヶ月であった。イエスサダの死を受け厚姫は落職し、改名は天正インドの十三味形順聖世大し、 通称天章院と名乗る。同年11月22日付にて、夏季のごとく、十三味の除位を受ける。イエサダの後継として、イエサダの重廷で、奇襲藩をもだった、徳川家持が十四代将軍に就任することとなった。その後さらに幕府は、後部合体政策を進め、文久二年、1862年には、朝廷から家持の性質として、 王女和宮が大奥へ入ることになる。薩摩藩は天章院に薩摩帰国を申し出るが、天章院自身は拒否して江戸で暮らすことを選んだ。和宮と天章院は嫁姑の関係にあり、皇室出身者と武家出身者の生活習慣の違いもあってか、不仲だったが、後には和解した。このあたりの事情について、勝海舟が海舟座談で述べている。 また、天章院が自ら擁立する予定だったにもかかわらず、第15代将軍、吉信とも仲が悪かったことが勝ちの談話などから伺える。慶応2年、1866年の吉信の大奥改革に対しては、家持ちの死後、聖官院の宮と名乗っていた和宮と共に徹底的に反対している。慶応3年、1867年に吉信が、 大政奉還もするも、その後に起きた、母親戦争で、徳川将軍家は、存亡の危機に立たされた。その際、天章院と聖官院の宮は、島津家や朝廷に嘆願して、徳川の救済と吉信の助に尽力し、攻め上る官軍の西号にも救済困難の書状を、幕府御天移の浅田総伯を走らせ、東海道川崎で施行させている。そして、 江戸城無血解除を前にして、大奥を立ち退いた。慶応四年、1868年4月に、新政府から十三味の異界を剥奪されている。江戸もなお東京に改められた、明治時代。鹿児島に戻らなかった天章院は、東京千田谷の徳川総家庭で暮らしていた。生活費は倒幕運動に参加した島津家からは、もらわず、あくまで徳川の人間として振る舞ったという。 規律の厳しかった多くとは違った自由気ままな生活を楽しみ、急幕心、かつ回収や生官院のみや、和宮ともたびたび会っていたという。また、徳川宗家16代、徳川家里に英才教育を受けさせ、海外に留学させるなどしていた。明治16年、1883年11月13日、徳川宗家邸で脳一血で倒れる。 意識が回復しないまま、11月20日に49歳、毎47歳9ヶ月15日で死去した。葬儀の際、沿道には1万人もの人々が集まったとのことで、その様子が天正院曹操の図にも描かれている。徳川将軍家の母大寺である江野の関英寺境内にある夫、イエスサダの墓の隣に埋葬された。なお死後。 新政府から十三味の理解を再び送られている。イエサーダとの縁組について、将軍軽視問題で一橋派であった成明が、天将院を徳川家へ腰入れさせて発言力を高め、吉信の直将軍を実現させようと考えたとする、見方が、これまでは、一般的であった。しかし、大奥より、島津家に対する縁組の持ちかけはイエサーダが将軍となる以前からあり、 カオル測定の研究以降、島津家からの腰入れ構想そのものと、将軍刑事問題は無関係であるとするのが定説となっている。大奥が島津家に縁組を持ちかけた理由として、イエサダ自身が巨弱で子女は一人もいなかったこと、イエサダの性質が次々と早死にしたため多くの主が不在であったことから、島津家出身の五代所、 広大院を迎えた先々大将軍、徳川家成が長寿で小沢さんだったことにあやかろうとしたものと言われる。また、島津屋側の理由としては、広大院没後の価格の低下や琉球との密、貿易問題などを、将軍家との隕石関係を復活させることで、解消しようとしたと考えられる。成明が天章院を養女にしたのも、健康体であった天章院を家定へ。え、 腰入れさせることを想定してのことである。厚子の名も広大院にあやかったもの。しかし、薩摩藩主の実施であった広大院と比較して、天章院自身は島付文家の出身であり、一橋派大名からも五代所としては身分があまりにも低すぎるという懸念の声があったという。そのため、成明は天章院を養女とした際に、幕府へは実施として、 届け出をしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。